はい、ご覧いただきました。いかがだったでしょうか。家入レオさんインタビューさせていただいたんですけど、普段からこうピシッとした凛とした女性でとってもかっこよかったです。もう話の中からも常に音楽のことを考えている本物のアーティストなんだなって思いました。で、実際インタビューが終わってライブも見させていただいたんですけど、もう本当に素晴らしくて、もちろん歌声も素敵なんですけど、こう私初めてライブを見たので、レオさんの一挙手一投足がすっごくこうしなやかでかっこよくて、一回ジャンプしたとか手をこうパッて上げたとか、そういうのも全部見逃したくなくって、もうじーっと目ガッて開いて見てました。でも終わってからもう虜になっちゃって、もう一回会いたいなって、もう一回インタビューさせてくれないかなって思いました。はい、では引き続きランキングを発表していきます。それでは今週の6位から4位、ニキニキこんな感じになってます。6位はフリップサイドでブラックブレッド、5位はファンキー加藤で輝け、4位はベイビーレイズでぶっちゃけロックンはっちゃけロールベイビーステップとなりました。第4位ぶっちゃけロックンはっちゃけロールベイビーステップ、ベイビーレイズは NHK 連続テレビ小説アマちゃんの挿入歌暦の上ではディセンバーの6位を上回り、自身初のトップ5入りを果たしました。それでは第6位と4位のミュージックビデオをどうぞ。